追槽五段章は、米沢実のによる日本の推理小説。小説スバル2008年6月号から12月号に掲載され、2009年8月30日に刊行された。後に文庫化され、集英社文庫より2012年4月25日に刊行された。第63回日本推理作家協会賞長編、及び、 連作短編集部門候補作。このミステリーがすごい。2010年及び、本格ミステリーベスト102010年版で第4位、週刊文春ミステリーベスト102009年で、第5位、ミステリーが読みたい。2010年版で第3位にランクインした。作者は本作について、それまでは古典部シリーズや小市民シリーズなど中高生が主人公のものが多かったが、 いろんな人から、もう少し年齢が、上の主人公も読んでみたいと言われていた上、本作連載スタート時の担当者から、連載依頼時に、渋い話をと頼まれたと述べている。ある日、古書店アルバイトの大学生、菅ゴ義ヨは、店に来た、女性、北里かな子に、彼女の父が生前に書いたという結末の伏せられた5つの、リドルストーリーを探してほしいと依頼される。 報酬に惹かれて依頼を受け負った吉光は調査を続けるうちに22年前に起こった未解決事件アントワープの銃声への存在を知る。ありがとうございます。